院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、早晩会。開発者医学博士大口博士先生、相談会随時開催中。詳しくはウェブで。インプラント治療は歯科治療として認められた方法ですが、まあ、残念ながら健康保険は適用されていないんです。はい。自由診療費となるので医療機関は自由に診療報酬を決めなければならないことになっています。そうなんですね、うん、健康保険適用の治療費と違い、受診する医療機関ごとで治療費が違うため患者さんは戸惑うかもしれませんね。そうですね。自費診療の場合は医師のテクニック、知識、経験も様々ですね。それと設備もいるんですよね。そうですね。大事なんですね。で、まずは信頼できる歯科医、歯科医師を見つけることが大切なんです。はい。インプラント治療は入れ歯や義歯、ブリッジとは違い、残った歯を犠牲にしないのが大きな特徴です、うん、そうですね。入れ歯や義歯、ブリッジなどは残った歯に負担をかけて支えるんです。はい。隣の家に使い棒などを組み立てて壊れた家を補強するイメージなんですよね。隣のお家にですか？そう、そこは支えるんですね。あるいは隣の家を使って壁を付け足して、で新しい部屋を増築するイメージなんです。なんか迷惑ですよね。迷惑ですよね。ブリッジは両隣の歯を削って支えにします。そうです。支えとなった歯は失った分の歯の負担を受け止めるため、いずれは悲鳴を上げますね。歯のお手入れを正しく行ってもなぜか虫歯や歯周病になり歯が次々と抜けてしまうのは、残った歯に負担がかかりすぎることが原因なんですよ。負担なんですね、うん、Thank you Dr. Yaguchi. Thank you guys for watching a video. See you next time. Bye bye. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい。以前のジェルとの違いは何ですか？はい。マスティック樹脂が増量されたんです。はい。どのような効果があるんでしょうか？はい。殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また、口臭にも効果があります。から、ホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい。またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい。このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい。小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい。こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい。医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい。この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい。つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。